何を不思議そうにしていると語る檜山さんのじいやこと藤林弥一が過去最大のピンチを迎える回がこちらです。こんにちは。今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メンマトリがテーマの作品で、主人公はクソガキユイと名付けてプレイをしております。今回お送りするのはメインストーリーのシーズン0積載編です。御曹司4人が情報屋レベルを結成する2009年、彼らが大学生だった頃の物語。初めての温泉旅行先で結成秘話が語られていく一方で、我らが藤林さん唯一無二の推しメンが倒れたと連絡が入ったシーンから続きをご覧ください。どうぞ。あのさ、夕方過ぎに倒れてなんで連絡が今？ああ、藤林さんが檜山君に直接連絡が取れる使用人全員に口止めしていたみたい。騒ぐようなことじゃない、せっかくの旅行を邪魔しないようにって。優しい男です。そっか、彼らしいな。まあハードワーカーですからね、体張るタイプ。俺が知っているのは昔から檜山家に仕えている執事だということくらいで、ほとんど話したこともない。だけど先輩が藤林さんを特に信頼していること、先輩とは檜山さんのことね、他とは違う存在なんだということはなんとなく感じていた。檜山さんがトラウマにしてきた幼少期も唯一味方でいてくれた執事さんだよね、藤林弥一。見てもらった限り深刻な病状じゃないらしいし、容体も落ち着いてるっていうから、とりあえずは安心していいと思うんだけど。でも檜山はこの天気の中今から帰るって言ってるわけね。まあ恩がある存在ですからね。倒れた時の状況とか具体的には何か聞いた？いや、詳しくは聞いてないけど、仕事中に急に胸を押さえてうずくまったって。胸だと肺か心臓。はなるほどね、だからかな。え？だからって？確か檜山のおじいさん檜山グループの先代は心筋梗塞で亡くなってたはずだから、まあ、このおじいさんがトラウマの原因でもあるんですけれども、それと同時に尊敬する経営者でもあるということですよね。それって何の因果関係もないって頭では分かってても、まあ、そのおじいさんと藤林さんに血縁関係はないからね。少しでもつなげて考えたら簡単には頭から離れないよね。嫌な想像って、まあ身近な存在であることは違いないからね。つぶやくようにそう言いながら羽鳥は格子の引き戸を静かに開けた。襖の向こうからは檜山先輩の話す声がうっすらと聞こえている。電話中か。構わない。東京への到着時間が最も早いものを。分かった。では何かあれば知らせてくれ。まあ冷静に見えますけどね。檜山大丈夫？問題ない。すまないな、2人を呼びつけることはないと神楽には言ったんだが。いえ。ねえ、話は大体聞いたよ。今の電話迎え呼んだの？ああ。ただ少し前に首都高で事故があり、そこを抜けるとしても下道を来るとしても到着には時間がかかるらしい。だから代わりにできるだけ早くここへ来られる車を別途手配した。ん？代わりの車？そうだ。1時間前後かかるようだが。1時間、結構かかるね。長く感じるでしょうね。あのさ、できるだけ早くここに来られる車って話なら、一番は駐車場に止まってる槙の車だと思うけど。あの車のキー取ってきます。待って、ケイちゃん。いや、その必要はない。え？強がりますね。お前は？槙はすでに昼間数時間交代なしで高速と山道を走ってきた。市街を走るのとは勝手が違い消耗しているはずだ。まあアクセル踏みっぱなしの方が確かに疲れますけど。だからいつもより早い時間の眠気もそのためだろう。気遣ってくれてます。うん。神楽が心配するのも無理はない。牧君と神楽さん両方への心配なんだね。その状態での運転は安全とは言えない。まあ、免許取り立てっていうのもあるでしょう。心配だね。雨の降る暗い山道の走行はそれだけでもリスクがある。つまり俺の個人的な事情のためにお前が危険を晒す必要はない。ありがとう。気持ちだけ受け取っておく。これは遠慮じゃない、拒否だ。まあ、他人に頼れない節っていうのがこの頃は特に強いですよね。考えを巡らせても食い下がる余地がどこにも見つからない。分かっていたことだけど俺が先輩に返せることって本当にないんだな。すみません。わかりました。すいません。いや謝ることはない。牧には何の非もない。まあ確かにね。あのさ、じゃあ羽鳥ならどうなの？そうだな。牧が良ければ運転するのは全然構わないんだけど、俺は多少遅くなっても屋敷からいつもの車呼んで待った方がいいと思うんだよね。え？なんで？だがこの状況下での数時間は多少ではないだろう。それはわかるけどさ、まさか勘づいてるの？だって本当に平気なの？やっぱりあの件じゃない？羽鳥？問題ない。っていうかさ、平気って何が？もしかして檜山君も調子悪くって無理してるとか？いやそうではないから安心していい。深刻なものではないが普段乗り慣れた車以外に乗ると不安障害の症状が出ることがある。あ、この件触れるんだね。羽鳥はそのことを言っているんだろう。檜山本編では若干触れられましたというか、若干じゃないね、結構大きく触れられた不安障害の件。まあ夜は特にだよね。不安障害？そうだね。いわゆる恐怖症ってやつ。狭くて暗いとこがダメなんだよ檜山。暗くて狭いところがダメ？ああ、苦手だ。お、はっきり言うんですね。このね、兵所恐怖症レベルメンバーも把握していたっていうのが、まあ、分かんなかったと言いますか、そのことに感づいているような描写は檜山本編であったんだけど、あれは檜山さんの弱みを表に出さないための配慮だったのかもね。え？あの檜山先輩が苦手って言った？似合わないよね。意外すぎて驚くよね。そんな風に見えないし弱点なさそうな男だもんね。あのさ、羽鳥は前から知ってたわけ？うん、前にも一度今日みたいに迎えがすぐ来られないことがあって、俺は自分の運転できていたから乗せてくよって話になったんだけど、気がついたら助手席で青い顔してて、その時に聞いた。もう大丈夫だ。あの時よりは症状も軽くなっているしどうとでもなる。今回のことでお前たちを煩わせる気はない。まあでもどうとでもなるんだったら牧君の車で羽鳥さんの運転でよくないって思うんですけど。うん、一応聞くけどそれは俺も含めて。そうだ。そう、突き放すね。俺一人に向けた言葉よりさらに明確な拒否。はっきりと言い切った先輩に羽鳥が長いため息を漏らした。わかった。まあまだしばらくは起きてるし、何かあったら電話して。一歩引くときは引きますよね。うん。ああ、すまない。騒がせてすまなかったな。俺は一足先に戻るがお前たちはゆっくり休め。まあ、そうもいかないけどね。うん、気をつけて。まあ仕方なくだね。ああ。車の到着はロビーで待つと言って檜山先輩は部屋を出て行った。まあでもその代わりの車だって慣れない車なわけですからね。だったらって思いますけどね。ねえ、檜山君本当に大丈夫なの？そうだな。正直そうは思えないけど、でもあれだけはっきり構うなって態度取られたらね。まあ俺たちを巻き込むより一人で何とかする方が楽って判断なんでしょ。普段からそういうこと割と多いし、まあ他人に頼れないんですよね。晴れていた昼間に片道走っただけで消耗しているのは事実。その状態での運転が危ないのも事実。危険は運転する自分だけじゃなく、乗車する人間全員に及ぶ。そんな無理は必要ないとはっきり言われた。わかってるけど、まあ正論ではあるからね。人が自分から話さないことには意外なほど触れない羽鳥があえて口に出した、そういうとこあるよね。檜山先輩の症状が軽いものだとは思えない。それでも先輩は行こうとしている。それは多分少しの時間も惜しんで、一刻も早くその目で無事を確かめたい。大切な相手だから。視線を感じてゆっくりそっちを向くと、アキと目が合った。ケイちゃん、止めないけど絶対すごく気をつけて、意思を尊重すると。ん？神楽？行けでも行こうでもない。それでも秋のその言葉に強く背中を押されるのを感じる。分かった。分かったって。じゃあ行ってくる。驚いている羽鳥に小さくうなずいてみせてから、俺は部屋を出た。どんなに関わりたくない、関わらないって思ったって無理なんだよ。ケイちゃんそういう人なんだから。正義感のある男です。檜山先輩、どうした？槙、どうした？檜山グループを率いる人の弱みなんて、些細なことでも外に漏れない方がいいに決まってるから、代わりの車のところでそんな症状を出してしまったらってことね。だから先輩はきっと態度には出さずに耐えるつもりなんだと思います。でそれがどうした？先輩がそうするって決めたなら可能なんだと思います。でもだけど事情を知っている人間の運転なら、悟られないようにって耐える必要がなくなる分、少しは楽になりませんか？最善の案として槙君の車で羽鳥さんの運転でってのを提案しに行ったってことか。え？そうじゃなくても少しでも早くと思ってる時に1時間は。それって俺なら待てないから長い1時間だよね。さっき先輩が言った危険については否定できないので、いいから乗ってくれとは言えないんですけど、気遣いで遠慮してくれているならそれはしないでください。槙、俺はできることはしたいです。お前の気持ちは嬉しく思う。だがねえ、そう言わずに乗ってよ。え？ここで羽鳥、秋も悪いが、その話はもう済んだだろう。もちろん俺が運転する。救世主登場。どう？それなら無理じゃないでしょ。もう慣れたはずですもんね。檜山が個人的に嫌なだけで。羽鳥、深追いをしないのがお前の心情だと思っていたが、そういうキャラだよね。まあね。そうなんだけどね、深入りをしないを心情にしている後輩がそれでも食らいついてる時に、何もしないのもかっこつかないでしょ、先輩としては。まあこの辺が羽鳥さんと槙君の似てるとこなんでしょうね。深追いしないというか、線引きをするところ。それに約束しちゃったんだよね。帰りは交代なしで俺が安定した運転見せるって。あ、そこでその話を神楽さんの信頼も得ると。そうか。約束か。守らないと信用問題だから。そうだな。分かった。檜山さんも折れました。頼む。オンに切る。何にも臆するな。自分の無力だけを恐れろ。厳しく強い人だった。恐れていたが憎くはなかった。檜山さんのおじいさん先代の言葉かな。教えは時を重ねた分だけ身に染みて、やがて身になった。喪失も失敗も忌避こそすれ、恐れることはない。己が無力でさえなければ自分を強く律してきたんだね。ねえ、前のバイク遅いな。どうにかして抜かせないの？ダメ。ここでは無理だよ。神楽って本当に免許取った？追い越し禁止なんだね。はあ？だからどうにかしてって言ってるでしょ。お？聞き慣れた声のやりとりにまぶたを上げる。車、そうか。あの後結局4人で。あ、秋も羽鳥ももうちょっと声抑え。あ、構わない。あ、起きちゃった。ごめんね。神楽がうるさくって人のせい。ちょっと人のせいにしないでくれる？ほら、うるさい。誰のせいで、はあ、もういい。ねえ、それより檜山君、気分どう？優しい。問題ない。羽鳥、窓。うん、了解。閉塞感をね、解決してあげないと。静かな機械音に合わせて前後の窓が一斉に開く。流れ込んできたひやりとした風の感触に深く息をついた。これだけでも随分楽だが。もう大丈夫だ。閉めたままで構わない。冷えるだろう。寒くなったら暖房入れるよ。雨は止んだし大丈夫。まあ寒がりそうなの神楽だけだし。はぁ、羽鳥っていちいち僕に何か突っかからないと死ぬわけ？他に何かしたら楽になれそうなことありますか？いや、十分だ。槙の言った通り耐えればいいだけだと考えていた。耐える自信もあった。俺はお前たちを頼るつもりはなかった。迷惑をかけないようにと気を使ったわけではない。うん、俺自身の問題が他人を頼ることで何か変わると考えていなかった。ほんと正直だよね。で結果どう？頼りになる存在ですかってことですよね。驚くほど救われている。よかった。お前たちがいてよかったとそう思っている。そう？じゃあよかった。ああ、槙。お？なぜ他人事のような顔をしている？今のはお前たち3人に向けた言葉だ。しかもね、槙君の勇気ある行動からつながったことだもんね。え？俺は羽鳥と神楽と槙がいてよかったと言ったんだ。それを槙君に向かってね。ありがとう。まっすぐな感謝だよね。槙は膝の上で拳を握り、ぎこちなく首を横に振ったけれど、本当にと念を押すように添えると、そこでようやく小さくゆっくりと一度だけうなずき、それからしばらく顔を上げることはなかった。幸い藤林さんは大事には至らず、よかった。最推しが守られました。翌日改めて行った精密検査でも問題は見つからなかった。まあ不整脈的な感じだったのかな。そんな彼が十分な休暇を取り、仕事に復帰してから数日後、よかった、休んでくれて。俺たちは旅行ぶりに4人で集まる約束をした。大事な話をするために。ここからは後日談かな。そういえば檜山がとうとう槙の友人に昇格したって言い方。え？羽鳥、なんだその言い方。ん？今後は敬語をやめて普通に話してもいいかという質問はそういう意味ではなかったか？いや、意味としてはいいんだけど、気恥ずかしいよね。そうか。嬉しそう。ついでに先輩呼びもやめたんでしょ？ねえ。ちょっと檜山くんって呼んでみて。楽しんでるね。ったく。面白がってるだろう。もちろん。面白いからね。はあ、いつの間に。っていうかさ。言ってよ、そういうのは。いや。何をだよ。改まって言うことないだろ。もう。あるでしょ。ああ。その後どうなったのか気になるのに聞けなくて、そわそわしてたもんね、神楽。うるさい。黙って。悪い。あ、そっか。悪い。気にしてると思わなかった。え？いや、違う。ちょっと、羽鳥。ちょっと。出任せ言って、ケイちゃん、謝らせないでよ。怒るところ、そこ？さて。正式に確認が取れたところで、早速、友人として尋ねたいことがある。え？はぁ。唐突。そして、友人を前置きに使ってね、武器にしてくるというね。まあ。今更でしょ？檜山だよ。で？尋ねたいことって？ああ。お前が人との関わり合いを避ける理由は何だ？ド直球。初手、チェックメイトって感じ。詰めてくるね。話せる範囲でいい。触れられたくないことなら、以降、二度と聞かない。頼む。今この場、一度限りでいい。話してくれ。槙の表情を心配そうに伺いながらも、神楽はいつかのように代わりに答えようとはしなかった。ただ、じっと待っていた。俺は、子供の頃から感情的になるとコントロールが効かなくって、そのせいで関わってくれる人を傷つけたり、大事なものを壊したりしたことが何度もあって、まあこれお兄さんも含めてなんだけどね。これ槙くんの優しさゆえなんだよね。そして情熱と。だから、そういうことが重なるうちに怖くなった。今も怖い。まあ冷静な自分ではそこ分析できてるんだけど、コントロールできないからね。そうか。あのさ。正直に言うけど、俺は2人とこれ以上関わりたくないって思ってた。だから仕事も抜けさせてもらおうと思った。うん。そうだと思ってた。ごめん。申し訳ないけど、友人にもなるつもりなかった。まあ友人になってしまうと、より大切な人を傷つけうるってことになるからね。ならずに済むなら、それで済ませたかった。まあそういう大切な存在を増やしたくなかったってことですよね。すまなかったけど。ケイちゃん。つまり、檜山の押し切り勝ちか？いや、羽鳥がしつこかったのもある。まあね。そこはチームプレーだよ。では、傷つけたくない。お前の退治に関する懸念は突き詰めればその一点ということで間違いないか？ああ。そうか。では、俺との付き合いに関しては安心していい。つまり、俺が傷つかなければいいのだろ？ん？なんて？任せてくれ。幸い、体も精神も丈夫な方だからな。問題ない。丈夫？確かに、檜山、顔に似合わず、頑丈だから。それに、傷つけることを恐れることができる人間を、俺は、恐ろしいと思わない。うん、評価してくれてるんだね。うん、そうだよ。きっと、何気なく言いたかったんだろうけれど、神楽のそうだよは少し上ずった。ありがとう。ん？神楽。よかったね、神楽。何？その生ぬるい顔、何がよかったね、なの？あれ？言っていいの？うるさい。黙って。どっちだよって感じだけどね。さて。それじゃあ、そろそろ今日の本題に入ろうか。今後の俺たちの仕事についての話。ああ、そうだな。緊張感高まるね。槙、お前はどうしたい？突然のキラーパス。お前はどうしたい？檜山のシンプルな問いかけに対して槙はすぐには答えなかった。そうだな。さっきは言ったが、傷つけたくないというのはあくまでも槙の都合だ。こちらがそれを一方的に受け入れ寄り添う義務はない。反対に関わりを拒む槙を逃げるなと捉える権利ももちろんない。つまり俺たちは互いに選択権を持つ対等な関係だ。まあ友人とはそういうことだよね。俺は槙を誘うことを選択する。応じるか断るか選べばいい。俺は4人で過ごす時間を好ましく思っているし、これからもそういう時間を持ちたいと思っている。それで槙はどう考える？え？Kちゃん？いや、だって選べって言いながらガンガン押してくるから。まあ檜山さんのペースでしたよね、終始。断らせる気ないなぁと思って。まあね。だよね。俺も全く同じこと思っていたよ。そうだな。断られると困るからな。はぁ、そんな堂々と。あのさ、そんなに押さなくていい。断るつもりなら今日ここに来てないからね。え、それってつまり、うん、俺もやる。断ってもどのみち4人でいるなら手伝うことになるだろうから。ああ、そうだな。どちらを選んだとしても4人では過ごすことになる。俺は推しが強くって羽鳥はしつこいからな。ここでその話題。ケイちゃん、みんなの前で笑った。まあ、神楽さんの願いとしてはね、みんなの前でもこの槙君は笑う人なんだよって知ってもらいたいって話でしたもんね。うん？いや、うん、なんでもない。こぼしかけた言葉を収めた神楽をつついてやろうかと一瞬考えて、やっぱりやめた。なんとなくだけれど、こらえて飲み込んだわけじゃなく、大事なものをしまい込んだように見えたから。まあ、こういう時ちゃんと一歩引きますよね。どうした？羽鳥、急に黙って。ああ、うん、ちょっと考えていたんだけど、メンバーも揃ったことだし、そろそろ野号でもつける？野号？うん、なんとなくチームとしての名称がないと不便だなと思っていたんだよね。まあ確かにね。じゃあ檜山君が決めたら？リーダーだし。いや、羽鳥が決めるのがいいだろう。ええ、俺でいいな？構わない。お前がいなければ始まらなかったことだ。そう？おう、羽鳥さんに命名権が行くんだね。槙と神楽もそれでいいな？頼む。任せる。いいけど、ダサい名前にしないでよ。あ、檜山と愉快な仲間たちとか。やめて。本当にやめて。あは、長くなっちゃうよね、そんな野号。そうだな。なんか軽い感じがいいんだけど。いや、軽いのは羽鳥だけで十分なんだけど。言い方。でもそうは言うけど、なんだかんだみんな真面目だから、メリットデメリットとか誰かのためとかそういうのを考えすぎて重苦しくなるの嫌なんだよね。まあ根は真面目ですよね、羽鳥さんも含めね。まあ、重くなりすぎないような関係性でいたいと。俺は楽しいからやる。だから誰か一人でも楽しめなくなったら終わりくらいのイメージでやっていけたらいいなって。名前にそういう意味合いがこもっていれば忘れないでしょ。うん、ほんと軽いな。だが楽しむことを目的にするというのは羽鳥らしい。リーダーもこう言ってるから、その方向で。うん、そうだな。大いに楽しむってことでレベルでどう？まあ英語でそういう意味なんですよね。レベル結成の瞬間です。お、これはレベル編冒頭と同じ切り口。人生が楽しんだ者勝ちの勝負なら、俺はきっとこの勝負に負ける日が来る。羽鳥さん目線だったんだよね。だからこそ今はどんな時も与えられた時間を楽しんで生きていく。必要なのは前向きな気持ちとちょっとした知恵と工夫。それから、あ、続くんだ。その冒頭の時は前向きな気持ちとちょっとした知恵と工夫だけとなっていたんだけど、付き合いのいい遊び相手が加わりました。そうしてレベルが結成されたわけね。金曜夜20時過ぎ、現代に戻ってきたかな。秋、来たな。あれ？一緒にいるのってお嬢さんだな。それぞれ少し遅れると連絡があった神楽とゆいちゃんは何か言い合いながら2人で仲良くやってきた。こんばんは、お待たせしてすいません。ヒロイン登場。構わない、仕事の都合だろ。構わない。お疲れ。へえ、今日2人一緒だったの？はあ？そんなわけないでしょ。下で会っただけ。しかも会ったせいで無駄に疲れた。いや、それはどちらかというと私のセリフでは言うね。どうした？どういうことだ？ロビーに入ったらちょっと遠くに神楽さんが見えたから、この距離なら追いつけるなと思ってちょっと急ぎ足で近寄ったんだけど、私に気づいた瞬間、神楽さんが急に倍速ぐらいのスピードになってさ、すごい形相で早歩きしてくる不審者がいたら逃げるのが普通でしょ。にこやかに挨拶しましたよね。先に乗り込んだエレベーターのドアをスーッと閉められた時は本気で先に行ってしまわれるかと。うるさい。結局は待ってあげたでしょ。何の文句があるわけ？うん。そんなに急いで挟まらなかったか？なんとか事なきを得ました朝、ちょっとケイちゃん、笑い事じゃないから。目の前でそんなダサいことが起きるとか冗談じゃない。絶対やめてよ。なんか誤解があるようですが、挟まりたい願望はありませんので。すっかりいつものって感じだけど。笑う槙、それに文句を言う神楽。それを珍しいと感じなくなったのはいつからだったかと。本当にふっとそんなことを思う。こっちとはろくに目も合わせなかった槙とか、そういう槙をもどかしそうに黙って見てるだけの神楽とか、いつの間にか思い出す方が難しくなってる。何気なく檜山の方を見ると、その目も槙たちを穏やかに見ていて、そこで目があった。未熟な彼らを楽しんでねっていうコメントもライターさんからありましたもんね。満足そうに目を伏せてグラスに口をつけた檜山も、きっと今似たようなことを考えていたんじゃないかと思う。こういう時ちょっとお兄さんですよね。檜山の考えてることもあの時よりは分かるようになったかな。全部分かるようになる日は来る気がしないけど、とにかく底の知れない先輩、警戒心と気の強い後輩、全く心を開かない神楽の友達、簡単にはほだされてくれそうにない3人と仲良くなるゲーム、思いつきの退屈しのぎ、楽しめればいいと最初はただそれだけだった。いつ終わっても別に構わないと思っていた。思ってたんだけどな、執着するとは。何が起きるかわからないよね。その方が面白いけど。何ですか？何でもないよ。さてと、神楽がエレベーターに挟まるとか、そういう楽しい話は後でゆっくりするとして。はあ？そんな話一言もしないし、する気もないんだけど。とにかくまずは仕事の話を片付けようか。ねえ、今夜はプライベートじゃないんだよね。仕事の関係。静かにゆいちゃんが姿勢を整えたのに合わせて檜山がグラスを置く。本日は捜査企画課を代表してとある情報入手に関するお願いと交渉のために伺いました。マトリの仕事。少々お時間をいただいてもよろしいでしょうか。今回はスタンドじゃなくってそっちね。いいよ。俺たちにとって面白い話だともっといいんだけど、レベルのコンセプト。ね、檜山。ああ。では、話を聞こう。と、大いに楽しむ要素としてさらにパワーアップさせてくれるのがこのヒロインなのかもしれないと匂わせられたところで、シーズン0レベル編の完結です。未成熟な4人が見どころだとライターさんもね、さっき言ったけど語っておりましたが、確かにだからこそ人間味が伝わりやすい内容だったよね。優秀すぎる人間たちのルーツに迫っていくシーズン0ですが、次は都築兄弟編に向かうようです。こちらもアプリ内での更新がされ次第でまた実況できればいいなと思っております。その他も引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況をやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。